引き続き放射特化部隊が射撃準備を進行中です。
ヘリコプターが侵入してきました。侵入してきたのは、多様化ヘリコプター UH-1 であります。 UH-1 は主に人員および機械の操作を多様な任務を実施しています。操縦士は八王子の第3飛行隊
制球キャプテン及び2対0ライト能力電磁妨害下で能力に優れている特徴があります。赤色の旗で表示しているミサイルを起立させているのは発射装置です。発射装置垂直発射装置すべての方向に打撃が可能で、かつ同時に複数の目標に打撃が可能であります。半円体から見て左手白色の旗で表示している大きな長方形のアンテナを高速で回転させているのは中3のレーダーです。通称 MFR と呼ばれ敵航空機やミサイルを発見しその種類や敵と味方を識別する機能を保有し中3の射撃統制を行う多機能レーダーです。放射特化部隊の射撃準備が完了しました。これらの機材はデータ通信で連接されておりアドックス、CCC、ダドックと呼ばれる対空戦闘指揮統制装置により情報をリアルタイムで共有することができ、さらにこれら指揮統制装置を介し航空自衛隊の保有する防空監視網に加入することで航空自衛隊と連携した対防空作戦を行うことが可能です。近年ではこのようにネットワークを最大限に活用した対空戦闘を行います。こちら駐在所による運航機械の情報、さらに複数の不明機が多くの決め付けに、これより放射特化部隊は戦闘整備に戻る。ただいま高所突破部隊に戦闘指定が発令されました。中3の射撃用レーダーが接近する巡航ミサイルと敵航空機を捉えました。ペトリオット、中3が交戦を開始しました。命中し2目標を撃墜した模様です。
高所国家部隊の対空援護のもと、地上部隊による陣地占領を命じました。最初に地上部隊の点検部隊が侵入してまいります。
方面交通隊
会場で訓練前で使用しました装備品の洗浄を行いますが、撤収を行う間はテレワーク配慮に大変危険ですので、案内があるまでこの会場で